番の州臨海工業団地2009年4月9日に国際宇宙ステーションから撮影番の州臨海工業団地は香川県のほぼ中央に位置し瀬戸内海に面した臨海工業団地コンビナート。坂出市と宇多津町にまたがり瀬戸内工業地域の一翼を担うと同時に香川県における重工業の中核でもある。 東工業団地は1965年から1972年にかけて香川県の単独事業として万の州を埋め立てて造成した。工業団地全体の面積は620万8366平方メートル。内工業用地面積は約490万平方メートルである。残りは公園等に利用されている。埋め立てには 二三瀬戸南航路の春節により生じた約5000万立方メートルの土砂が使用された。このため総事業費は約140億円と、この規模の埋め立てにしては安価で済んだ。団地の中心を瀬戸大橋が貫通しており、四国の玄関口としての立地条件に恵まれている。電力は団地内にある番の周辺電所から配電している。 瀬戸中央自動車道境できた IC を降りてすぐ来た。境できた IC は本州方面に対してにのみのハーフインターチェンジである試し国内から東南地に向かうときに利用することはできない。瀬戸中央自動車道、高松自動車道、境で IC を降りてきたえ、香川県道経由約 4km。ありがとうございます。